宇野す断崖がいうのすだんは、岩手県下平郡田野畑村にある海岸継承地。太平洋に沿って、標高200メートルにも及ぶ大規模な断崖絶壁となっており、太平洋に突き出したような地形が特色。名の由来は中腹に海及び川宇の栄像地があることにちなみ、宇野す断崖と名付けられたとされる。三陸海岸北部を代表する継承地の一つで、 三陸復興国立公園に属する。宇野すだんが一帯は三陸海岸北部に見られる典型的な流気海岸地形である。これは一帯を構成する北上丘陵が長い年月を経たことで海岸段球面の破色の作用を受け形成されたものである。海岸段球は発色が緩やかな場所では低地部が残存したりするが三陸海岸北部一帯は 海流の影響などで波が荒れやすく海食、とりわけ破食が活発であり、また太平洋に面しているため地震活動による津波の影響も受けやすい。そのため海岸段球面の下部がほぼ全面にわたって削り取られたような形となっている。それゆえ頂上部は平坦な丘陵地帯を形成するのに対しほぼ垂直に切り立った崖が展開される。また、 このような作用から、このウノス断崖はほぼ規則的に巨子状になっているのも特色である。これは、比較的脆い地盤が破色の作用を受けると、削り取られてくぼんだ部分に破力のエネルギーが修練されるからである。なお、同村の北部には北山崎という著名な景勝地があり、同じく100メートルから200メートル級の断崖が展開するが、道門や木岩。 岩峰など地形が変化に富んでいる点で単調、かつ豪壮な宇野ス段階とは性格を意味する。また、北山崎の方は国立公園切手にも採用されたことで全国的な知名度が上がり、道村の観光開発は北山崎を起点として行われた。そのため、宇野ス段階方面は観光開発に消極的であり、現在もなおほぼ手付け数の自然が残されている。 道村は北山崎と並ぶ継承地と位置づけているものの観光施設は一部に展望台や遊歩道が整備されているのみである。ありがとうございます。